こんばんは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトのレルムズプラスで8月の追加コンテンツが登場したので紹介いたします。10人制のレンタルサーバーレルムズプラスに加入しているとマーケットプレイスで販売しているワールドやスキンなどが無料で使用できるようになります。そして毎月新たにコンテンツが追加していきます。今回は5種類ものワールドやスキンが追加したので紹介していきます。まずは 25TNTs です。25種類ものユニークな TNT が登場。普通の TNT はもちろん、大爆発で広範囲に爆発する TNT や木を植える TNT、お家が作れる TNT などたくさんの TNT が登場します。友達と TNT で遊んでみてはいかがでしょうか。ストレス解消にもいいですね。続いて蝶の王国です。まさに蝶をモチーフとしたメルヘンチックなワールド。馬車に乗っていろんなところを探索しよう。女の子が楽しめるようなメルヘンチックなお城や可愛らしい妖精も登場。街並みも可愛らしく、お花畑もあり、楽しい一日を過ごせそうですね。続いてピザ配達シミュレーターです。ピザ配達員の一日の仕事を体験できるゲームです。お客さんから注文を受け、地図を確認し、場所と番地を覚えてお家へ届けよう。冷めたピザを渡してしまうと、お金はちょっとしかもらえず評価も悪くなります。できるだけ熱々のうちに届けるとお金を多くもらえ評価も上がります。お金を貯めて自転車や車などが使えるようになります。ピザ配達員として一生懸命働きましょう。最後にスペースアドベンチャーです。オープニングから壮大な物語が予想されるほど完成度の高いワールドかと思います。宇宙で襲撃を受け、とある惑星に不時着し、そこで待ち受ける宇宙人からの攻撃を受けてしまいます。ここから困難を乗り切り、壮大な宇宙の冒険へと旅立ちます。さらに隠しアイテム集めなどの裏の要素もあり、2種類のマルチエンディングもあるようです。覚悟して戦うように。以上、レルムズプラスで追加したワールドでした。他にもスキンパックも追加しており、希少な動物も追加しました。他にもたくさんのワールドやスキンパックもあるので、レルムズプラスに加入してみてはいかがでしょうか。それでは良い一日を。